佐賀市の白鳩幼稚園で3日、食育の授業があり、園児66人がミックスジュース作りに挑戦しました。園児たちは先生から作り方の説明を受けた後、手をきれいに洗い、早速ジュース作りの実習をしました。材料には園児たちが苗から育てたトマトを使いました。丁寧に皮を剥き、すり棒で叩き潰してから野菜ジュースと一緒にこぼさないよう恐る恐るミキサーに入れて攪拌。オリジナルのジュースが出来上がりました。待ちに待ったジュースの感想は、ちょっと苦い、おかわりが欲しいなどと様々です。年長組の横尾ゆりやちゃんは皮を剥いたのは初めて、お家でまた作りたいと話していました。ジュース作りは食育授業の一環で佐賀市のショッピングセンターアルタと食品総合メーカーカゴメ九州支店が協力しました。